信じられますか？軽油 100% でのバーナー燃焼時の炎の温度が700度が最高。しかし創世フューエルウォーター、機能水を 30% 混ぜて燃焼させると炎の温度が最高1300度を超えました。ポンプの圧力は変えていないので燃焼ノズルから噴出される液体の総量は同一です。つまり創世フューエルウォーター、機能水を 30% 混ぜるということは、文字通り軽油が 70% の量になることを意味します。燃料が 70% にダウンするのになぜ熱量が増えるのでしょうか。 H3O2- という特異な構造を持つ機能水は燃焼の効率を上げるだけの働きではなく、水そのものの持つエネルギーが燃焼の環境下で解放され熱量を発生させているのです。JIS K2279 測定における発熱量計測において実に元油比で 64% アップの増加熱量を計測しております。ではこの現象はバーナーのみに適用できるのかというと、そうではありません。当然内燃機関でも同一の現象が起こります。つまりエンジンに適用することで燃料を削減させながらさらなるパワーを生み出すことができます。また燃料を削減することで排ガスの排出を大幅に削減します。ディーゼル発電機による創世フューエルウォーター能力実験です。創世フューエルウォーターは何の添加もされていない飲める水です。特殊なイオンにより原子状水素が多量に含まれております。精製された創世フューエルウォーターは透明チューブを通って混合モジュールに移送されます。燃料油と創世フューエルウォーターを透明な管で合流させ、混合モジュール F モジュールを通過させてエンジンに送ります。創世フューエルウォーターにより燃料油が 44.88% 削減され、創生フューエルウォーターによりノックスも下がります。ガソリンと創生フューエルウォーターの混合走行、ガソリンに混合する創生フューエルウォーター流量計ルームミラーにエンジンルームの創生フューエルウォーターが流れている配管を確認。エンジンルームの創世フューエルウォーター混合モジュール、エンジンルームの創世フューエルウォーターの流れ、トランクルーム創世フューエルウォーター供給モジュールの流れ、車載用創世フューエルウォーターシステムセットは整備工場等で取り付け費用4万円程度で簡単に取り付け可能です。